それではお待たせいたしました。プログラム3番上級クラスに出場するうさちゃんたちを紹介していきます。まずエントリーナンバー1番ゴンタちゃんチーム、エントリーナンバー2番ナッツちゃんチーム、エントリーナンバー3番ナイナちゃんチーム、エントリーナンバー4番レイちゃんチーム、以上4チームのうさちゃんが出場してくれます。ちょっとナッツちゃん、キャリーのバッグのトラブルでちょっと一時的にちょっと段ボールという感じなんですけど、決して段ボールでここまで来たわけではございませんので、必ず、はい、きちんとキャリーバッグで来ていただいたんですけど、ちょっとトラブルが発生いたしまして、ちょっと段ボールでということになっております。はい、それではまずエントリーナンバー1番のゴンタちゃんチームから準備の方をお願いいたします。ゴンタちゃんチーム、先ほども中級クラスに出場していたゴンタちゃんと一緒に暮らしている男の子ですね。用意スタート。ゴンタちゃんのお兄さん分で3歳のポーランドロックの男の子です。で最近はコウタちゃんに追っかけをされているらしくてですね、すごくコウタちゃんから愛されているお兄ちゃんですね。トンネルとかアジリティをいろいろ飼い主さんお手製で作ったもので遊んでいるようで、お家でも結構ジャンプしたりトンネルをくぐったりシーソーしたりとか、すごくアクティブに毎日運動しているそうです。ちょっと高い気がするなという声が聞こえてきそうですけれども、ね、いつも元気に飛んでくれているのできっとできると思います。ゴンタちゃんチーム1走目の記録を発表いたします。タイムが1分52秒13、減点がマイナス5点でした。はい、それではコースの方が整いましたので、ゴンタちゃんの気持ちが整いましたらスタートの方お願いします。よーい、スタート。ゴンタスタート。ゴンタスタートだって。ゴンタ、ちょっと前に出て、前に出て、
ルダも超えてくれました。ボンタちゃん、小柄な体に見合わずとすごく大食いということで、野菜をもり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 食べているそうです。ゴンタちゃんチーム2走目の記録を発表いたします。タイムが1分7秒81、減点が4点でした。はい、ゴンタちゃんチームありがとうございました。はい、それではエントリーナンバー2番、夏ちゃんチーム、よろしくお願いいたします。よーい、スタート。はい、ありがとうございます。ナッツちゃんはナッチの男の子で、まだ1歳と、はい、まだまだすごく若いウサちゃんですね。ナッツちゃんチーム1走目の記録を発表いたします。タイムが18秒78、減点の方が0点でした。はい、それではナッツちゃんの準備ができ次第お願いいたします。よーい、スタート。はい、スタート。はい、ありがとうございました。ナッツちゃんも最近かまってちゃんの甘えん坊な性格になってきたということで、とても食いしん坊なので、ご飯がもうマットの下、カーペットのマットの下に入ってるんじゃないかということで、最近マット剥がしが趣味ということで、マットを剥がしたらご飯が入ってないかと、いつもマットをひっくり返しているそうです。はい、夏ちゃんチーム2走目の記録を発表いたします。タイムの方が6秒08、減点の方がマイナス2点でした。はい、夏ちゃんありがとうございました。それではエントリーナンバー3番、ライナちゃんチームお願いいたします。ライナちゃんはジャージーブーリーのミックスでしたかね。はい、綿あめのようにもこもこの女の子です。はい、それでは準備ができ次第お願いします。よーい、スタート。
めいちゃんはライナちゃんと一緒に暮らしているライオンミックスの男の子ですね。よーい、スタート。先ほどライナちゃんが通りましたので、ね、ライナちゃんの匂いがするなと思っていくかもしれません。結果発表は閉会式にて行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。